東日本旅客鉄道 JR 東日本、クロスステーション株式会社 JR 東日本、クロスステーションは、東京都渋谷区駄田ヶ谷に本社を置く、東日本旅客鉄道の完全子会社。2021年4月1日に、JR 東日本リテールネットが、JR 東日本フーズ、JR 東日本ウォータービジネス、鉄道会館の3社を、 九州合併して誕生した。合併と同時に、社内カンパニー制を導入しており、旧会社に対応する形で、リテールカンパニー、フーズカンパニー、ウォータービジネスカンパニー、デベロップメントカンパニーを設けている。主に JR 東日本管内の駅などにある、駅売り店、キオスク、コンビニエンスストア、ニューデイズ、改札内商業施設、駅と専門店、 各種飲食店の運営、社員食堂の運営住宅、駅弁販売店の運営、弁当、サンドイッチ、おにぎり等の製造の運営を行っている。また、第3セクター鉄道のうち、旧 JR 東日本管内の越後ときめき鉄道の主要駅や、他にも、JR 東日本の出資する東京臨海、高速鉄道でも、駅構内売店の運営を行っている。 1987年に東日本キオスク株式会社として設立され、東日本管内のキオスクを中心に営業を行っていた。しかし、近年の駅構内ビジネスの環境変化により、1988年度は95%だった。駅売店の売上シェアは、1998年度には67%、2005年度には37%と、 低下の一途をたどり、2006年度決算では、コンビニ35%を下回る34%となった。これにより、社名とそぐわなくなったため、2007年7月1日をもって、株式会社 JR 東日本リテールネットに社名変更した。また社名変更とともに、キオスクの読みを JR グループ共通のキオスクからキオスクと改めた。 JR の脱車グループが追随する予定はない。JR 東日本グループとして、交通系 IC カードスイカの利用エリア内でスイカ電子マネーを積極的に導入している。特に2010年後半は JR 東日本本体と共同で、清すくヌーデーズにて、s イカポイントの倍増やスイカ割り割のキャンペーンを数回実施している。ヌーデイズエキュートオー展開しているブランドは、 QNRE のブランドは、旧ヘフェブのブランドは、会社発足後に誕生、またはフランチャイズを開始したブランド。鉄道殉職者や、傷病退職者の妻を中心に雇用していた、鉄道交際会時代からの流れで、キオスクの販売員は、多くが、中高年の女性であり、近々の大量退職を機に、人件費抑制策として、 販売員に退職金を渡した上で希望者は契約社員として再雇用するほか人手が足りない分は販売員の新規募集を並行して行った。しかし多くの販売員がそのまま退職した上新規採用をしようにも応募者が来ずその結果として販売員が足りなくなり2007年4月頃には首都圏の 約3分の1の560店舗中185店舗が臨時休業という事態となった。そのため、利用者にとって不便な状況が続いていることが、読売新聞の2007年4月13日電子版、他で報道された。なお、一部店舗の閉店や大ト化も込みで、この事態は解消している。ありがとうございます。